皆様、こんにちは。セルショです。車紹介をいたします。鈴木そのプラントがどんなイメージですか軽自動車ですか ?4WD ですかな今回の主役は、ほとんどん大切な鈴木の車ですね。鈴木があの最終、スズライトとその車発表しました。そして、鈴木はあのずっと軽自動車作りしますね。 ですけれども鈴木自分もあそれが経過だけでただ、えー、の,のブランドイメージがやまれ良くないですから1970年代第1代目 4W d ジムリーが発表されましたそしてバブル経済の時には1989年第1代目エスクードも発表されましたエスクードは現代あの東都 SUV のパイオニアですね その後には第1代目 CRB と第1代目ラブ4が発表されました。ですから、あのエスクードは第2代目のエスクードはあやはりフルマドルチェンジですけれども、車真もフレームがあります。そして第2代目エスクードもあのアメリカカッターになりました。えー、その中では、鈴木はずっとどんなエスタ 4WD 車の方法がどこかいたしましたか探しています。我々今回のテーマは3代目のエスクードですね。もちろんそのエスクードの名前は日本専用の名前ですね。台湾の名前はグランドビタラ JP と言いました。なぜその JP がありますかもちろんその車が100%日本作り、作り輸入ですね。 えですから、鈴木グレンビ・タラ、JP と言いました。台湾のビタラの歴史が長いですね。1999年、台湾が第一代目エスクードを国産しました。その時の名前はエスクードですけれども、あ長いバージョンはビタラ、そしてグレンビ・タラその名前もあります。その時、台湾の SUV がほとんどユ入ジだけですね。えー エスクールは台湾の国産車ですから値段がほとんど安い。そしてそのオフロード性能も高いですね。ですから台湾の山方面、そして台湾の西方面、東方面の人が大好きです。そして1997年台湾が日本作り車解放されました。その時日本の第一代目トータルラブ4と CRB も輸入されました。もちろん、その車もあの日本作りですね、えーそれ。その時にはみんなが好きですけれども、最初、台湾の日本作り車は、えー、リミテッドですね。1年間合わせて6000台ぐらいだけです。ですからみんなが、SUV その車があ調子はいいですけれども、えー、数量があまり少ないですね。 ですから、その時、エスクードは第二代目になりました。台湾もグランド・ヴィタラその名前で合算しました。人気もちろんありますね。ですけれども、三代目のグラン・ヴィタラが最終台湾も将来合算と言いました。ですけれども、ずっと合算しないね。ちょっと残念でしたな。三代目のエスクードとかグラン・ヴィタラがそのイメージが 1000目比べるが全然違いますね、えー。1代目から2代目か、プルマテルチェンジの時にはこれが変わります。でも3代目は1代目からの進化がと言いました。えー、本当に、えー、3代目のエクスワリアが、1代目のエクスワリアが、えー、似てるですね、えー。ほとんど2代目の関係がないですね。例えば、えー、エクスワリアで ずっとラインですね。えー、二体目はほとんどマウルになりました。そしてインテリアも。 え3代目のグランビタラのインテリアが1代目の似てるですね。2代目のインテリアがほとんどアメリカ型ですね。でも3代目と1代目がほとんど似てるですね。えー、ですけれども、3代目のグランビタラがもっと大きい、もっと広くになりましたね。2代目比べるで。えー、そしてその車もヨーロッパ風になりました。 えー、そしてそのエンジンがあほとんど仙台名が違いますね。今見たのはあ台湾輸入されるあ最終の三台目グランピタラ。エンジンが 2.7V6 エンジンですね。イルーロッパーが 2000cc と1.6インライン4、あ4キット。 車もあります。台湾が輸入されないね。えー、やはりその車が 4WD ですから、えー、4キットでパワーがほとんど不足と思います。でも、えー、このエンジンが大きいですけれども、えー、そして日本付く輸入で、でもその値段が安いですよ。その車が2005年日本発表、そしてアンセロになりました。 でも、台湾が2005年の最後、台北モナーショーで発表して、その時の値段が108.6万円 T ゲですね。えー、あまり高くないね。そして、この車も 2.7V6 エンジン、日本輸入車です。えー、そして、2006年。 えー、公式販売始まります。えー、そして、あの、気温型も追求されました。えー、追加されました。えー、その気温型が、あの、ムーンルーフとか、クルースコントロールとか、いろいろゾービーないですけれども、値段がもっと安くになりました。91万、91.5万になりました。そして、一番高くのフレッグシップ窓は、えー 104.8万になりました。もっと安くになりました。ですから人気がありますね。3代目の、えー、グランドィタラーが、えー、バーディーインフレームになりました。というと、そのシ,ャシーがフレームがありますですけれども、このボディがずっとモロコックですね。ほとんど1000代目と1代目の、えー、バーディーとフレーム、 そのシ,ャシーが全然違いますね。ですから、その車の、えー、運転安定性とか、えー、快適性も高くなりました。そして、4WD キット、4WD システムもあります。ですから、オフロード時には性能も高いですね。えー、ですから、その時、えー、2005年、その時には、えーまあ、SUV の中で、えー、その 4WD 性能、同じ高い車が、やはり、例えば、ベレンセッツ・ベンツ G クラスとか、レンジローバー、その、本当に高級、そして本当に高い車だけですね。普通、えー、CTUS、えー、SUV がほとんどないですね。ですから、その車が本当にユニークですね。えー、2006年と2007年が台湾の、えー 売ることが本当に強いですねでも2008年以来トータルラブ4が輸入されました。ですからその車ちょっと売られないね。今見たのは最終輸入されるグランプリタラですね。2.7%。 V6 エンジン搭載されました。そして、マナーチェンジした、あの、2.7が3.2になりました。そして、2000cc は2.4、4キットの新しいエンジンも変わりました。そして、台湾が V6 エンジン、やめ、そして、2.4に輸入されました。その2.4が台湾の税金のレギュレーションで、もっと安くになりました。台湾の税金レーブルは、毎年度 600cc1 レーブルですね。 その 2.7V6 エンジンが、あその税金が 3000cc ほぼ一緒ですね。そして、マイナチェンジした、えー、2.4、その新しいエンジンのあグランビタラ JP はもっと安くレベルになりました。ですから、あのー、人気もあります、えー。その車が私の悪い友達の車ですね。えー、私が今日、あのー、一緒に遊びに行きます。えー、確かにその V6 エンジンがパワーが強いですね。 184リですね。そして、この 4WD システムも強いですね。そして、あの、アプレーション時には、本当に楽々ですね。えー、そのアプレーションが、えー、本当に簡単です。えー、そ、そこですね。えー、そこだけですね。そのスイッチで N と 4H と 4H 楽と 4L 楽になりました。でも、私が、あの、4WD やはり下手ですね。えー、どこで 4H どこで 4H 楽どこで 4L 楽全然あ理解しないね。ちょっと残念でしたな。えー、そしてこの車が、えー、台湾輸入される、えー、2.7リッターの、えー、それがアメリカ型ですね。ですからフロントがアメリカランプ、アメリカ型ランプがあります。そしてインテリアが、えー、これがカナダインテリアと思います。えー、例えば、えー、その スピードミーターが、外は KM ですね、中は MPH ですね。そして、そのエアコンの数字図は、えー、Degree Celsius ですね、えーと。F じゃないです。それがあプあそれがやる、やすいですね。えー、そして、えー、2.7V6 エンジンですから、それが えー、5速 AT ですね。4機と時には、それが4速 AT。ちょっと残念でしたね。えー、その中では、広いですね。えー、フロントとレアも、あのー、本当に楽々、えー。本当に快適性があります。もちろんそ、えー、その、その、第3代目コランビタラーが、アメリカで、X、X07、あのー、4輪乗りモス、バージョンがあります。でも、台湾が公式輸入されないね。えー、確かに、 2体目比べるが3代目がもっと長くもっと広くになりました。もし、あの、XL7、台湾がちょっと大きい月と思います。ですから台湾が販売しないが、それが正しいですね。え、そ、その車の、 次代目は、四代目のビターラが、グランビターラがないです。そして、四代目のビターラが、あの、フレームが全然なくなっちゃったん、ね、で、もっと CT ィユース SUV になりました。ですから、 その三代目のグランビタラが、えー、グランビタラ、そして、あの、スズキの 4WD の車が一番大きい、一番高級の車ですね。えー、そして、台湾がずっと日本つく輸入あ。そして、あの、今、四代目のグランビタラ,ビタラが、えー、ハングリーつく輸入ですね。日本作り、日本りした頃がありますから、ちょっとわからないね。でも、人気もありますよ。 以上、今回の車紹介ビデオですね。えー、あの、第三代目、グランビタラ JP と言いました。みんなが、あの、その車がどの感じでしょうかな、一緒に討論しましょうね。シェルセです。また今度もっと面白い車紹介をいたします。じゃあ、バイバイ。